あ、これはお友達のね、フリオくん。踏みつぶさないでね。なんかコメントしてくれていいけど。あ、報告しに行った。クッパ様、こちらにおられましたか。ご報告いたしましたクリキング姫がマリオに負けてしまいました。マリオは今キノコタウンへ向かっているところでした。どれぐらいでたどり着けるんかな。何？クリキングは何をやっておったのだ。王様になりたいと言うからスターの杖で奴の願いを叶えてやったのに、マリオに負けたとは全く腹が立つ。とんだヘナチョコではないか。まあ元がクリボーなんでね。カメクババ、我が輩は絶対にマリオには負けないはずではなかったのか。落ち着きなされクッパ様。クリキングならただの雑魚、負けることも計算済みでした。スターの杖があればクッパ様は本当に本当に無敵なのでした。マジで？スターの杖使ったクリボーがダメやったのに。本気になればマリオごときいつでも簡単に倒せますぞ。そうであったな。ガハハハハハ。ところでカメクババよ、閉じ込めておる星の精度もがマリオに力を貸すようなことには絶対にならないんだろうな。心配ご無用でした。やつらは一人ずつ別々に閉じ込めているのでした。いやしかしね、こちらの脳に直接語りかけてくるけん無意味なんや。その一人一人をクッパ様の優秀な弟子たちが見張っておりますからの。たとえマリオであっても星の精を7人とも助けることなどできるわけありませんぞ。なんなん、影の支配者はこのカメックババア？なんか言われた通りに行動しよるだけみたいな感じ、クッパ。マリオから一番近い星の精は確かノコブロスの砦に閉じ込めておいたのだな。もしマリオのやつがやってきたらノコブロスたちで勝てるのか、心配無用でございます。お、なになに？と、ほ、これがノコブロス？ノコブロス参上。このかっこよさは刺激的だぜ。カメックババよ、こんな奴らで本当に大丈夫なのか？あのでっかいクリキングでさえマリオには勝てなかったのだぞ。まあ、でかさイコール強さじゃないけんね。チッチッチッ、クッパ様。我々を体が大きいだけの弱っちいクリキングなんかと一緒にされては困ります。我々の秘密兵器は抜群のチームワーク。マリオなんて一瞬でやっつけてご覧に入れます。渋い。それじゃあその息じゃ、ノコブロス。お前たちの必殺技をクッパ様にお見せするのじゃ。なになに、手裏剣とか？承知しました。行くぜみんな。なに、輝いた。おお、これはなんと。なになになに、いかがですかクッパ様。素晴らしい、見事なのだ。これでマリオのやつをボロボロにしてやるのだ。なに、企業秘密見せてくれんやん。お任せください、本番まで楽しみにしとけってことやね。ところでノコブロスよ、お前たちの砦に閉じ込めた星の精は今誰が見張っているのだ。誰も見張っておりません。だってほら、我々がお出かけ中ですから。バカ者、さっさと砦に戻って星の精を見張るのだ。一人ぐらい残してこいよ。さあ、ってことはどこだ、次がその砦になるの。何の砦って、何これ。眠れ良い子よをゲット、うまくいくと少しの間敵全体を眠らせる。へえ、一瞬うんちかと思った、全然違うね。なんか何ここ、キノコタウンの外れだよ。すぐ東にはキノコタウン、西に行けばオイランチのあるクリ村があるんだよね。なるほど、え、もうキノコタウン？あっという間だね。マリオさん、よかった、ご無事だったんですね。ピーチ姫がキノコ城ごとさらわれてしまって町は大騒ぎなんです。もう一体どうしたらいいのか。お願いしますマリオさん、ピーチ姫を助けてください。一番最初におったのがこのキノコタウンよね。なるほど、城ごとどっかに行ったんか。大変だよ大変だよ、キノコ城が空高く飛んでっちゃったよ。お城があったところには大きな穴がぽっかり、一体お城はどこに。大変だよ、ニュースだよ。
すごいバタバタ慌ただしいっすね。お、入れる？そういう感じで見れるんやね。ピーチ姫がさらわれちゃったよ。だから僕が助けに行くんだ。でも母ちゃんはおとなしくしなさいって言うんだ。どうしてなの？子供だからじゃないかな。うちの父ちゃんはいつもお城で働いてて家にはいないんだ。でも今はお城がないから家にいるんだ。悲しい。父ちゃんが家にいるから嬉しいって言ったら怒られちゃった。まあ、でも子供はそういうもんよね。どうしてなの、マリオさん。ピーチ姫がさらわれたからだよ。お城が飛んでいた時は、そりゃもうすごい揺れでした。地面も家もぐらぐら揺れて、立っていることができませんでした。ものすごく怖かったので、思い出すのも嫌なんですよ。ごめんね、思い出させて。ああ、忙しい忙しい。ダーリンがお家にいると、ちっとも片付かないの。すごいね。結婚して子供が二人おっても、まだダーリンって呼ぶんやね。ね、そこのやつが気になるんやけどさ、人んちの柵を勝手に破壊しようとするやつ。なんなん？いけんの？あれ。もしかして、この土管でいけるとか。カップルか？キノコ城が盗まれて、ピーチ姫もさらわれてしまった。みんなが大変な目に遭ってるのに、僕が心配なのは君だけだ。僕はなんて悪いキノピオなんだ。私もいつもあなたのことだけを心配しているのよ。私も悪いキノピオ、キノピオ？キノピオであったんか。私さっきキノピオって言ったちゃんと。ピノキオって言わんかった？大丈夫か。あ、てかあれなんやね。キノピオって名前じゃなくって、種族の名前なんやね。今更ながら。マリオさん、アイテムは全部で10個まで持ち歩けるのを知ってますか？もしもアイテムが持てなくなりそうになったら、お店に預けるのがいいですよ。預けたアイテムは他の店でも引き取ることができますので、便利ですよ。ここがアイテム屋さんってこと？おー、ぽいね、ぽいね。あー、なんか昔のゼルダもこんな感じやった気がする。これ持って、店員さんに見せるやつかな。いらっしゃいませ。キノキノ雑貨店へようこそ。今日はどんなご用でしょうか？あ、普通にここでなんやね。いや、大丈夫です。これなんやろ。ハニーシロップはコイン10枚になりますが、よろしいですか？いや、よくないです。またどうぞ。さあ、それじゃあ、土管に入るのは最後にしよっかな。いや、こんにちは。君はマリオだね。もちろん君のことは知っているよ。僕は物知りキノピオのキノポン。よろしく。僕は本が大好きで、いつも本ばかり読んでいるのさ。だから物知りなんだよ。ここに来ればいつでも僕の知っていることを教えてあげるよ。情報屋さんね。助かる。これ上がれんのや。いかにも上がれそうな感じのはしごやのに。一応、キノピオ族で、それぞれに名前があるって感じなんやね。おや？ふっふっふ。マリオさんは持っていないんですね。証ですよ。強さを証明する証。ふっふっふ。僕は持ってますよ。そこの道場でバトルして、師匠にもらったんですよ。道場とは？あれか？関係ないかな。マリオさんはもうお家にお帰りになりましたか？ルイージさんが心配してましたよ。この町に家があるんか？マリオさんの家には、そこの大きな門の前にある土管に入っていくんですよね。あ、あれ、家に行く道？土管の上に乗ったまま、3D スティックを下に倒すと土管に入れます。もしもよかったら、今度またマリオさんの家に遊びに行かせてくださいね。ぜひぜひ。これ破壊できそうじゃね？どれやっけ？ちょっと待って。これか？違った。こっちか。全然破壊できんやん。そんないかにも破壊できそうな見た目しといて。この上には道場があるでやんす。我々はいつもここで修行してるんでやんす。でも今はお師匠様が留守なんで、道場はお休みなんでやんす。さっきお師匠様から、もうすぐ帰るという手紙が届いたんで、待ってるんでやんす。手紙で？じゃあもうそろそろ着く感じ。井戸端会議中かな、かわいい。キノコ城が飛んでいっちゃったの。一体どうしてそんなことが起こったんでしょう。クッパのせいよ、クッパの。キノコ城にいたピーチ姫は、ピーチ姫やお城のみんなはどうなったのかしら。怖い怖い、チェリーちゃん怖い。誰だ誰なんだ、チェリーちゃん。とりあえずじゃあ行きますか。我が家へ。下押したっけ、私。押してなかった気がするけど。
めっちゃ歌ってる。何？兄の心配しろよ。兄さんどうしてるんだろう。そんな取ってつけたように。本当に心配してた。超ルンルンやったよ今。いやー兄さんもいないし快適快適みたいにしか見えんかったけど。兄さん、兄さんじゃないか。感動の再会。無事だったんだね兄さん。ずっと心配してたんだよ。マジで全然探しに出る風もなかったけどね。僕は地震が起きた時に急いで外に逃げ出したから無事だったんだよ。あ、これはお友達のね、フリオくん。踏みつぶさないでね。あれ、君は誰だい？オイラクリオって言うんだ。よろしく。兄さんと一緒に冒険してるんだね。僕はここで留守番をしてるから、兄さんのことは頼んだよ。うわ、全然ついてくる気もない。マイペースがすぎる。ここマリオとルイージの家？主張が激しすぎん？マリオの。もうなんかルイージなんか住んでないですよ、的な。あ、ここで情報が見れるんや。トータルコイン、バッジ、星のかけら。バトルした回数、先制攻撃、先制攻撃された。ハテナのところは何なんやろうね。謎。ベッドもある。あ、ここで休めるってことやね。まあでもまだ大丈夫でしょう。え、なんかさ、さっきのキノコタウンで、なんか前の方にさ、土管、なかった？私、あそこから出てくるんやと思っとったんやけど、違ったんよね。ここから入ってさ、この、あれ？ないやん。え？見間違い？あ、これこれこれ。ここから出てくると思っとったんやけど、あそこにはどうやって行くん？え、行けんのかな？もしかして。え、行けないの？もしや行けないんですか？なんかさ、思っとった場所と全然違うところから出てきたけんびっくりしたんよね、さっき。マリオの家。なんか行けなさげやねん。進みますか。ここはなんだ？なんかめっちゃ回転しよるけど嫌ねん。え、マリオさん、星の風呂丘へ行くんですか？それならそこにある青い門を通って、キノコ城の右側の道を行くんです。あ、キノコ城は、なくなったんでした。え、辛い。悲しい。お城がなくなった時の衝撃で、キノコタウンにも被害がありました。特に町の中心地では、木材などが散らばってしまい、町の南に行けなくなっています。南の方には、駅や港があるので、早く行けるようにならないと不便で仕方がありません。まあ、みんなで協力しての件とね。キノコタウン速報。ピーチ姫さらわれる。キノコ城もさらわれる。先日、ピーチ姫がキノコ城ごとさらわれました。どこへ連れて行かれたのかは不明。キノコ城のあった場所には大きな穴が開いている様子。目撃情報によると、空の彼方に飛んでいったという証言もあります。新しい情報が入り次第、続報を掲載します。ざっくりしてるね。なんなん、この屋根めちゃくちゃ気になるんだけど。そこに屋根がくるくる回っている家は、デアールさんの家です。デアールさんは偏屈で変わり者。滅多に家から出てきません。でも、デアールさんの星占いは本当にすごいんですよ。こうしてマリオさんが無事に戻ってくるってことも、星占いであったんですから。いや、でもそれは二択じゃね。戻ってこんか戻ってくるか。え、マリオさん。さっき話したね。話したね、君。あの赤い頭のやつ、いつものキノピオなんかと思ったら、2匹おった。2匹 ?2 人郵便局の前に青い柱が立ってるでしょ？あれは道案内なんですよ。道案内を調べると、キノコタウンのどこに何があるかわかりますよ。道案内はキノコタウンのところどころにあるので、よく見ておいた方がいいですよ。ありがとう。これのことね。思ったよりでかかった。星の降る丘には、ミステールとアツメールという兄弟が住んでいます。ミステールやだな、なんか。ミステールは占いをして、バチや星のかけらを見つけるのが得意なんです。え、ミステールよね、見つけるじゃなくて。アツメールは星のかけらを持っていくと、バチと交換してくれますよ。この二人はきっと、マリオさんの力になってくれると思うので、ぜひ会いに行ってください。ありがとう。信頼に足る人物なのね。
ちょ、入ってみよう、ここ。であるは留守である。張り紙にまで語尾？この子、どんだけの距離を移動しよん。行ったり来たりしてるのか？ここは？あ、休めるところかな。あれ、マリオさんは元気いっぱいですよ。それでも泊まっていきますか？そんな嫌味みたいに言わなくても。宿屋ってことなんかな、あれは。でも自分家があるんやけん、自分家で寝ればいいと思うんだ。お、パタパタたちが配達してくれるんか。こんにちは。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。お。はい、こんにちは。ここは町の郵便局です。マリオさんの仲間たちに届いた手紙は、ここに来てもらえば読みますぞ。手紙が来ていないか、時々確かめに来てください。おや、手紙が届いていますな。どの手紙を読みますか？え？フリよ、今ここにいるのに。クリレッドブルー。クリレッドブルーからのクリオへの手紙？なるほど。はい、どうぞ。クリオへ。お前案外強いんだな。もっと弱っちいと思ってたんだが、俺たちお前を見直したぜ。これからは力だけじゃダメだって、そう感じしまったんだ。で、頼みがあるんだが、お前がこっちに帰ってきたら、ぜひダチになってほしいんだ。断ったりすんなよな。頼んだぜ。いいね、友情が。帰ってくるのを密かに待ってるぜ。クリレッタ&クリブルー。あんな終わり方でよく友情が芽生えるね。ボッコボコにした後、何の話し合いもしてないけど。手紙はこちらで預かっておきます。手紙を読みたくなったら、いつでもまた来てください。読み終わった手紙もずっと預かっといてくれるんや。なんかそれはそれで、めっちゃ読まれそうな気しかしない。なんだあいつら。セーブしとこうっと。セーブします。なんとか団みたいな感じかな。なんか手前におるね。この先は危険。行っちゃダメだぜ。とにかく行っちゃダメです。ダメ。ダメなの。ダメしか言わねえ。こっちにもあるんやね。なるほど。思った以上にめっちゃ奥行きがあった。お花のお世話をしているリップちゃん。いつ見ても可愛いんですよ。遠くから眺めているだけで僕は幸せなんです。ストーカーかな？なんか寂しくない？なんで花子の2箇所だけ？お花のお世話するっていうレベルじゃないよね。もっとお花畑みたいにしたらいいのに。お花にお水をあげましょう。綺麗なお花を咲かせるために。私の名前はリップです。このフラワーガーデンをゆっくり見ていってくださいね。どこかに素敵なお花があるんだって。その素敵なお花の種はフラワーさんが持ってるんだって。フラワーさんはこんな顔。もしもフラワーさんを見つけたら、お花の種をもらってきてほしいの。もらってきたお花の種は、このフラワーガーデンに植えて、私がちゃんとお世話をするわ。あ、なるほど。増やしていくんやね。いいやん、いいやん。ここは何だい？何ここ？よおじさん、お客さんだろ？今、父ちゃんが店の準備してるから、もうちょっと待っててくれよな。店の準備？何も置かれてないけど。よう旦那、いらっしゃい。これは露店って言うんだ。今度この街で商売を始めることにしたんだよ。今はまだ準備中なんだけどよ。店ができたら旦那もまた来てくれよな。なるほど、まだ店自体作りよる途中ってことね。露店って言った。商店ってことかな、道端。お城が暴れた時の地震で、道の横に積んでおいた荷物が崩れてしまったんですよ。このままでは街の向こう側に行きませんからね。大急ぎで片付けています。片付け終わるまで不便ですけど、しばらくの間我慢してくださいね。一人で？助け呼びな。なんか雑談しよる奴らそこら辺にいっぱいおったよ。手伝えよ、お前ら。こっち、ここがもしかしてあれ？キノコ城があったとこってこと？これキノコ城の門かな？ひえー、キノコ城跡地。この場所にちょっと前までキノコ城があったらなんて信じられないですよね。僕もあの時お城にいたんですが、グラグラっとしたので大急ぎで外へ逃げたんですよ。ルイージさんや他にも何人かは逃げられたんですが、それ以外の人たちはさらわれてしまいました。
ああ、もうお城の中におったままなんや。この旗って城に刺さっとったやつかな。噴水だけが残っている。悲しい。こっち道続いとる。ああ、なんかこの感じいいね。なんかいいね、あの花。星が降ってきたよ。流れ星や、流れ星。いや、これ拾える？もしかしてね、星がバウンドしうる。へえ、ね、欲しい。え、なんだ、拾えねえのか。振らせろ振らせろ。んー、なんか拾えそうで拾えない。ちょうだい。私ね、星を、星のフローか。まあ、拾えんのかな、別に。あ、何にもならんね。探し物ならこちらまで。ミステールの館。こっちか？なんか上にも道あったけど。ん？こっちには降ってこねえ。星が。なんかこの空気感いいね。ちょっと神秘的な感じ。色味も好き、綺麗。どうも。開けれる？これ。空っぽです。人が入れそうな大きさやった。はい、よく来ましたね、マリオ。もし探し物を占ってほしいのであれば、テーブル越しに話しかけてくださいね。テーブル越しじゃないとダメなんか。はい、よく来ましたね、マリオ。私は美しき占い師、ミステールと申す者。美しき。あ、でもフードを取ったらなんか違うんかな。あなたが求める探し物を華麗に占い、見つけることが私の高貴な務め。きらめく星の輝きがそのもの何かを照らすでしょう。あーん。さあ、占って差し上げましょうか。お願いします。何これ。あ、どこにあるかとかっていうこと？別にいいや。やり込み系じゃないけん、私。そうですか。何か見つけたいものがあればまた来てください。了解です。で、もう一人は？くっそ、わざわざジャンプで登らんといかん階段とかめんどくせえな。あ、いたいた。どうも、男の子かな、こっちは。僕は星のフロークの集める。星のかけらを集めてるの。たくさん集まると嬉しいな。おじさん、星のかけらを持ってるんだったらバッジと交換するよ。交換しようよ。あ、できるんならぜひぜひ。どのバッジと交換する？あ、これ、星のかけら今1ね。ピッキョロン。何それ。マリオが攻撃するときの音が変わる。どうでもいい。保険コイン。たくさんのダメージを受けたときほどコインが多く出るようになる。あー、なるほど。どっちかといえばこっちよね。でも貯めた方がいいか？まあ、それ貯めた方がね、いいものは出るんやろうけど。ん、じゃあ一応保険コインやっとく？これでバチ全部になるやろ？つけれるの。保険コインは星のかけら1個と交換するよ。このバッジをつけるのに必要な BP は2だよ。 2？ じゃあつけれんやん。やめとく。なんだ、やめちゃうの？おじさん、はっきりしない人だね。じゃあ他のバッジと交換する？いや、いいです。なんだ、やめちゃうの？がっかり。また集めたら来るよ。多い方が嬉しいやろ、きっと。君も。あー、降りるのはいい感じやね。え、出して、私を。よしよし。さあ、特になんてこともなかったな。定期的に出してしまう。じゃあ、上の道に行けばいいんかな？